おはようございます。3月9日、第198回ポゴナカワイアニマルラジオになります。今日はあの大阪の時にね、買ってきた、ミシシッピドロガンですね、ワイルド個体になります。だいぶね、あの落ち着いてきたのかなって。そしてあの餌を食ってだいぶ太りました。ただちょっと首のところにね、あの出来物ができちゃってるんで、まあ、今後何か処置をしないといけないのかなとは思ってるんですけど、まあ、今現状はね、元気で餌も食べているのでいいかなと思っています。なんかちょっととろくてね、まあ、年齢もあるんだとは思うんですけど、餌をあげてからちょっとしないと食わないというのは、まあ、お腹がいっぱいなだけなのかもしれないですけど、なん若干成長線もね、あの出てきたんで、ああなんか成長してんなと思って、喜びながら見ています。で、昨日某所でね、筋首のワイルドを見させてもらったりしたんですけど、やっぱりね、ワイルド個体っていうのは、ね、迫力が、ペンシルバニアのね、ドロガメのワイルドを見せてもらったんですけど、そいつはちょっとメスだけだったので取ってこなかったんですけど、本当ね、ドロニオイガメに関してはワイルド個体のかっこよさっていうのはすごいなと、常々思わされています。まあもう今後ねちょっと難しくなってきちゃったんで、CB 個体をね大事に買って、まあちょっとでもかっこよく育てれる方法をね見つけたいなとは思ったりするんですけどね。だからやっぱりこのちょっと頭が、まあすごい大きいわけじゃないですけど、やっぱちょっと頭が大きくてね、かっこいいなっていう、喉の腫れもなんかでもちょっと収まったような気がしますね。いや太ったから目立たなくなったのか、それとも、まあ、ちょっと収まってきてるのかわからないですけど、ね、立派なオス個体でちょっと尾っぽがね二股に分かれてしまっているんですけど、噛まれたかなんかしたっていうことでしょうね。こいつは本当大変気に入っていて、うちでね今考えているのはその、まあ、もちろん増やすっていうのは、大事なことだとは思ってるんですけど、まああのこういうかっこいい個体をね、大事に、普通にもうあの飼育する、昨日もちょっと帽子で話してた話なんですけど、まあ、あの繁殖してるのがねすごいっていうのはもちろん繁殖させてるのすごいんですけど、そこだけじゃないよねっていう、やっぱりその個体をねしっかりポテンシャルを引き出しつつ大事に飼育して、ね、綺麗に大きく育ててあげる、そしてあの寿命を全うさせてあげるっていう、まあ、寿命を全うさせるというのが一番大変なんですけど、まあ、そういう飼い方っていうのを、まあ、ちょっと考えないといけないところに来てるんじゃないかなっていう、まあ、やっぱりあのペアじゃないと買わないとか、ね、売りづらいよねって話が今もすごいあるとは思うんですけど、まあ、もちろんペアでね、いた方が、まあ、そういうのも含めて楽しめるんですけど、じゃあな、あのオスメス片割れになっちゃった時にねどうなるかっていうと、もう別にでも自分が好きなカメだったらね、増えなくても水槽で見ていて楽しければいいんじゃないかなっていうふうに、僕は昔から思っていましたし、まあ、熱帯魚の時からそうでね、逆にそういう迫力ある個体をね飼うっていう、じゃあ熱帯魚と逆に増やすの難しかったりして、あと場所的な問題とかでねできなかったりする生き物も多いんで、まあ、自分でね好みの個体を大事に育て上げるっていう方たち結構いっぱいいらっしゃったと思うんですよね。だからそういう感覚もね あっていいんじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、そこをねペアで揃ってないからっていうよりは、いやこいつ一匹でもすげえかっこいいんだよっていうような風に、みんながね思ってくれたら僕はありがたいなと思います。やり方っていうのは人それぞれなんで、増やすのはもちろんすごい素晴らしいことだったし、ね、これがないとやっぱり、まあ、今後の日本のカメ業界っていうのは、衰退してしまうだろうなと思うんで、もちろんブリーダーさんたちの力っていうのはとても大きいと思います。ただねその中でも、まあ、じゃあもう親として引退するような個体とかでも、じゃあ大事に飼ってあげたいなっていう気持ち、あとは片割れになっちゃったけど、まあ修正ね、しっかり大事にして全うさせてあげたいなっていう気持ちっていうのが、大事なんじゃないかなと本当に思います。なんでうちはね、いつか頭がでかい大頭姫ニオイのオスあたりを、引退したやつを誰かから譲ってもらって、ね、水槽に入れて、まあ、通年あったかいところで
まあ、餌もある程度あげてぬくぬく過ごせるような老後を送るような場所になれたらいいなとは思ってるんですけどね。まあそれが現実に実現するかどうかはちょっとわからないですけど、まあいずれねそういう風にしたらいいのかなっていう風に思っています。まあ本当ね、その帽子で見てきたカメも、もうすでに飼育して数十年で、もともとアダルトできてるから何歳なんだろうねって個体がたくさんいたんですよね。そう考えるとやっぱりカメって長生きで、なんですかね、あと、パッと飼って、ね、じゃあ最後までしっかり飼うよってなると、多分本当自分の人生だけで終わらないような個体っていうのがいっぱい出てきちゃう気がするんですよね。よく20、30年っていう話を聞くんですけど、なんかそれより全然長い期間を平気で生きるんじゃないかなっていうのが、ただ記録をしっかり取っていないだけでね。だから正直このねミシシッピドロガメですら何歳なんだろうっていうところだと思うんですよね。下手したらもう僕と同じかもっと上の可能性もゼロじゃないのかなと思ったりします。なんでね、本当大事に飼ってあげれる環境っていうのを作ってあげたいなと。だからこのミシシピドロガメに関しては僕すごい過保護で、餌をあげて汚れたらすぐ水返してっていう感じで、まあ最近は1日1回ぐらいになってるとは思うんですけどね。水替えですね。餌は朝晩2回あげて、で食い切ったらちょっと追加してあげる程度でやってるんですけど、まあ最初はやっぱりワイルドできてたんでね、結構痩せてたんですけど、ちょっと太ってきました。ただ太らせすぎても良くないなと思うんで、このぐらいをキープしながらやっていけるようにしたいなと思うんですけど、まあ可愛くて餌あげちゃうんでね、どうしても太ってしまう可能性が高いと思います。あとそう、野毛山動物園の方にね、へさきを見に行ってきました。へさきね、あそこでしか見れないん で、まあベビーがね、いっぱいいるんで、まあ、パッと行こうと思ったら行ける距離なんでね、しかも無料っていうね、とても素晴らしい環境で、子供を連れてってね、子供も遊ばせたりしてできるんで、すごいいいなと思います、ね、あんなに増えてるとは思ってなかったんで、ベビーがね歩いてる姿とか見て、あいいなで、親見るとやっぱり喉元のねところがちゃんと突き出ててね、やっぱヘサヒリクガメすげえなと思いながら見ました。で一番最初に生まれた子たちはちょっと育っててね、なんていうんですかね、ちょっと放射とかともまた違った盛り上がり方をするんで、まあ、ちょっとボコってるのかなとは思ったんですけど、でもやっぱりヘサヒってこういう形の甲羅になるんだなと思ってみて、まあ、感動しました。でなかなか見れないんでね。でバタグールと、インドセタカがいて、ハミルトンもいて、琉球ヤマガメもいて、インドガビアルもいるんですよね。でワニガメもいてっていう感じなんで、結構盛りだくさんで、爬虫類館自体はね、まあちょっと広いお店ぐらいなのかなっていう感じなんですけどすいません、花粉症で止まらなくなってしまうんでね、すいません。そう、その場所にね、詰め込まれてるものはすごいなと思うんで、カメマニアの方はね、ぜひ野毛山動物園、まあもうすでに行ってる方多いと思うんですけど、まあ横浜まで行く機会があったらね、まあいまいち僕は距離感がわからないですけどすいません、花粉でもうダメですね。まあぜひ見に行くこと、あと放射画面が増えた、あと放射とクモの巣がいましたね。あれビルマもいたのかな、ビルマいなかったかな、ちょっとあとインドコシかっていう感じです。花粉がすごくてちょっと止まらなくなりそうなんで、今日はそろそろ終わりにしようと思います。という感じでまた明日よろしくお願いします。